おはようございます、まいこちゃんです。ということで今まさに8時半ということでね、今まだゆずひこは寝てるんですよ。ゆずひこって最近いつも朝ごはんにこちらのねセブンイレブンの卵サンド食うんですよ。いつも食べるんですよ。なんだけどしょうもないんで、今日はあの卵サンドを目隠して俺が作ったやつがセブンの卵サンド当てれるかっていう企画をやっていくんですけど、あの理解できましたかね。とりあえずゆずひこ睡眠チェックしてみましょう。ということでね、今日は完全再現っていうことではあるんで、ちょっと元の味を知らないと元も子もないんで、ちょっと食べてみますね。うん、なるほど、こういうタイプか。はいはい、こういうタイプね。わかるよ。うんうんうん、わかりません。よくわかりません。とりあえずまあ味はなんとなくわかりました。これ見た目でまあ絶対わかっちゃうんで、食べさせるときあの目つぶらせます。はい、これ耳カットしていきます。これにあとは卵を挟んでいきたいと思います。すいません、ということで茹で時間経ったんで今回ちょっと8分くらいにします。大体僕はいつもゆで卵を半熟で作るんですけど、その時は大体5分くらいなんですね。5分半とか6分とかだから、8分くらいまあまあまあ固まるんじゃないかなということで、まあ卵サラダは硬いのがセオリーなんで、ということで卵吸収大作戦スタート。こういうことですよね。はい、オッケー。若干半熟だなこれ。こいつを潰していきますね。まず多分ちゃんと茹だってるんですよ。いきます。うん、生意外といい感じです。まあこんな感じでマヨネーズ入れていきますね。とりあえずこのくらいで。ってことはね、ちょっとこれまだあったかいんで、さすがにちょっとバレちゃうんでできたっていうので、これを今から冷やして挟んでちょっと食べさせていきたいと思います。はい、ということでね、冷やしてきましたね。これもあと挟むだけなんで、これを閉じて、はいはいはい、あ、いいじゃん。これは分からんでしょう。壊していきましょう。起きろお前、てめえ、俺、じゃあお前起きたらダメ、お前目隠ししろって、うん、おい、うん、ダメでしょ、起きたら、うん、目隠ししろよ、ほら、うん、おい起きろっつって起きるやつバカ、誰おるけん、俺さっさと起きろ、このクソボケなやつ。起きるな、目は隠せ。うん、卵サンドハマっちゃうじゃん、うん、セブンイレブンの、うん、いつも食べようじゃん。でも今日の朝も食べたいやろ。で、なんと今回僕も卵サンド作りました。拍手。起きてます。うん、あの今回僕があの卵サンドを作ったんで、こちら今僕の卵サンドとセブンイレブンの卵サンド2つあります。あ、それで普段ね卵サンドあなた食べてるじゃないですか。ならそれなら俺が作ったやつかセブンイレブンの卵サンドか見分けれるはずじゃん。さすがにこれ当てれなかったら罰ゲームですよ。今日の昼ご飯おごりっていうことなんで、それは、うん、じゃあ最初こっちでいきたいと思います。はい、じゃあ口開けてください。はい、はい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 、うーん、どうすか、美味しいですか。うん、じゃあ続いてこちらいきます。どうぞ口開けてください。怖っ、怖い、もうそんなドッキリとかしませんから、聖母マリアなんで。怖すぎる。いや、はい、どうぞ。いや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 、普通なんで。じゃあそれでは、分かりました。分かるわ。え、分かるわ。え、じゃあセブンイレブンはどっちですか。ん、1回目。じゃあどっちが美味しかった。1回目。2回目、美味しかった。美味しくない。じゃあ1回目の方もう1回食べてみよう。1回目、これ1回目。うわー、違うわ。うまい、うますぎる。うん、ちなみにこれ2回目のやつね、今食べさせて。え、これガチお前。え、どういうこと、起きてます。うん、じゃあ結論、寝起きに食べ比べはするもんじゃないです。うん、いや目隠しされるとマジで気持ち悪いとしか感じる。じゃあ普通に、じゃあ目隠しとって、これ俺が作ったやつね。これ、え、目外した状態ならいけるんやろ。え、なんでいけるじゃん。うん、もしかしてこいつ俺を生理的に受け付けてない。キモ、お前このチャンネルやめよう。
はい、じゃじゃじゃ、ゆずりかでーす。今度回はね、なんか渋谷にね、面白そうなガチャがありました。こちらでございます。本物じゃないですよ。ガチャガチャですね。ガチャガチャでなんか虫のね、リアルなやつが売ってあったんですよ。なので、それ冷蔵庫に置いてたら、あいつどんな反応するんかなみたいな。組み立てないといけないんですね、これ。めんどくさいですね。いや、リアルっぽいわ、足の硬さっていうか。確かに昔なんか、近所の草むらでバッタ捕まえて足もいだりとかはしてたけど、触れないんだけど気持ち悪すぎて。いやーん、ネギ。ネギじゃん。できた。リアルすぎね。本物やん、こんな。本物やん、これ。冷蔵庫の中に入れときましょうか。はい。こんな感じ。怖くね。これで。あ、ちょっと、カフェオレ取って。はい。取ってあげるよ。何絶対嘘やん。絶対嘘やん。お前 YouTuber やろ。待って。星が見える。え？うわぁ。おもちゃかよ。アップだ。びっくりするとこやった。したやんか。おい、なんだよ。お前、まああんこ嫌いじゃん。うん。でもさ、まあさすがにお土産を食べないってわけにはいかないよねって話です。誰からのお土産これ。これリオちゃんから、福島からのお土産。お土産はやっぱまあ食べるよね。開けましょう。正味今お腹空いてるべ。空いてないべ。まだ晩飯さ、お前バミチキ1個しか食ってないじゃん。いやもう最近はそれで十分。お腹いっぱい、本当に。食え、もっとそんなガリガリでさ。食えんのよ。じゃあちなみにこちら、あの福島では有名なのかな、エキソンパイとママドール。多分福島の人は多分みんな知ってると思います。こちらちょっとね、食べてみますか。おお、すごい。こちらがママドールで、こちらエキソンパイということでね。どっちもあんこっぽい。まずこのママドールから。ママドールがスペイン語でお乳を飲む人。おお。バターを使った生地でミルク味のあんを包んだ焼き菓子。あ、いけるんじゃねこれ。お乳はいけるね。うんうん。エキソンパイっていうのが、パイ生地でくるみ入りのあんを包み込み香ばしく焼き上げた。エキソンはフランス語で盾、辛いイメージ。もうこれ盾じゃん、確かにこれ。盾か。うん、つまりそういうことよね。ほらもう盾じゃんこれ。これなら何でも守れるよね。ほら。おー、かっこいい。ね、ママドールからじゃあ食べてみますね。これせっかくいただいたんで、うん、お、待って、俺これ一番好きな生地感かもしらん。待って、わかる、このさ、ほら、あれよ、土壌すくいまんじゅう。わかりにく。はい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 、いただきます。おお、そんな噛み締める。思い出すわ、え、父のさ、父の母乳。これはさすがに好きよお前。じゃあいただきます、うん、父の母乳か。うまい。うまい、うん、あんこっていうかもう本当にミルク味ってことで、エキソンパイ食べてみましょうか。こちらね、うん、中身割ると、お、こんな感じで。何のパイやったっけこれ。くるみのパイか。くるみ好き、うん、くるみ好きじゃない。俺めちゃくちゃ好きなんやけど、あんまくるみの味お前分かってないやろ今だに、うん、くそ、おい。なるほどね。ちょっといけない。あー苦手。はい、うん、え何で、福島って何がある、思い浮かばんよね。福島、まあ福の島やけ、まあね、幸せなんでしょうね。え、じゃあ山口何がある。山口、うん、山。山口県のいいところは山があるところ。それ以外何があるんですか。